皆さんこんにちは、 DK 土屋圭一でございます。今日はですね、車のチャンネルのゴミちゃんから連絡が来て、なんかスポーツしようと、e スポーツかということで、連絡をしてみたんですけれどもね、なんかコントローラーが送られてきたのね。でこれはね、なんかこうドリスピかなと思ったら違ったね。マリオカートで勝負をしようということで、今日は車のチャンネルのゴミちゃんと勝負をしてみたいと思います。さあということで、ゴミちゃんとね、電話がつながってますので、どういう趣旨か聞いてみたいと思います。このマリオカートで俺と勝負しようと。はい、お疲れ様です。そういうことになっております。ほう、何かける？かける。人生かけられんのかお前。人生かけられんのかお前。いや、ちょっとマリオカートで人生かけるのはなかなかハードな。そうっすね、プロゲーマーっすね、それは。わかった。じゃあ、はい、豚まんでどうだ。やりましょう。よし、受けて立とうじゃねえか。じゃあ、豚まん1個かけて勝負だ。極上のやつよ、極上の極上のいいやつ。誰も551とは言ってないよ。551じゃないですか。551、ほら、いや、もう買いに行きます、大阪まで。近所のコンビニでいいだろう。いいですか、近所のコンビニ。じゃあ豚まんだよ、豚まん。肉まんじゃないよ、豚まん。豚まんです。近所のコンビニの高いやつを。肉まんより豚まんの方が高いんだよ。高いやつ。うまいんだよ、これが。じゃあそれかけで、はい、お願いさせていただきたいと思うんですけど、よし、はい、豚まんをかけて勝負しよう。豚まんかい。土屋さんの、グランツーリスモとかちょっとやりたかったなっていうふうに思ったんですけど、うん、なかなかやっぱり機材とか、はい、e スポーツのグランツーリスモって結構こう揃えるのが大変だよ、はい、そうなんですよ。すごいよね、椅子から何から全部揃えると、うん、はい、40、50万いくよ。行きますね。だからマリオカートとかドリスピが一番いいんだよ。ドリスピいいですかね。もうだってドリスピなんかこれでできるもん、こうやって。そうです。指先でたらなるとできるので。そうそうそう。なので、ちょっと手軽にできるということで、はい、ちょっとスイッチを、そうですね、送らせていただきます。はい、スイッチ来たよ、なんか変な。はい、はい。ありがとうございます、はい、ちょっとこれまさかのマリオカートをちょっと土屋さんと一緒に、はい、まあすごい盛り上がるゲームなので、はい、懐かしいよね。懐かしいですね。マリオカートって懐かしい。懐かしいですね。もうスーパーファミコンで、うん、そうそうそう、初代をね、お前、はい、なんか昔ね、やった覚えがある。あ、本当ですか。本当ですか。だから今のこの21世紀のマリオカートで勝負しよう。そうです、そういうことでございます。マリオカート8でございます。8。はい、なんだかよく知らねえけど。はい、やろうじゃないの。でですね、ちょっと、だいぶ昔とちょっと動きが変わってますので、まずは、僕、普段持ってて、プレイしてるので、ちょっとこう、はい、プレイしてます。もう、僕結構。そういうプレイが好きなんだ。ね、すっごい好きなんですよね。いや、ドリフトさせてますよ、この五反田野郎。五反田野郎出た。これはね、本当にね、いろいろ言われましたよ、あの後。あ、そういうタイプが好きなんだって言われましたから。これでどうやってやればいいの。はい、なのでちょっとスイッチ、お教えしながらですね、ちょっと土屋さんに走り方、基本的な走り方をちょっと教えしたいなということでございますので、はいはい、でもグランツよりは楽なんでしょ。グランツよりかは楽です、うん、もう進んで滑って、このドリフトして、うん、もう進んでっていう、うん、いいじゃん、もうこれシンプルなので。オッケーオッケー、そういうのがいいよ。そうです、シンプルな、シンプル、それでいこう。はいはい、じゃちょっと土屋さんのゲーム画面が今、うん、まずちょっとですね、練習を、土屋さんの操作方法などをですね、練習、練習、うん、はい、はい、
僕この任天堂スイッチってキャラクターが作れるんですけど、まあ悪くはないよ。似てますね。なんか悪くはないよ。なんとなく雰囲気は出てる。すごい似てらっしゃいますね。これすごいなんか土屋さんの緑だし。でこれどうやって使うのこれ？まず A ボタンを押して決定していただいて、でそれでもう一度 A ボタンを押していただくと、はい、そのキャラクターになります。はい。あ、喜んでますね。いいですね。でこれで車種を選べるんですけど、車、はい、車何がいいかな。じゃあ最新鋭のベンツにしようかな。これでいいな俺は。まあ F1W25 いいですね。昔の F1 でいい。昔の F1 ですね。シルバーロで花いいですね。何してるんだろこれ。花で行ってみようかな。花いいです。花で行ってみよう。まず練習ということで簡単なサーキットを走っていただこうかなと思うので、はい、このキノコカップの、うん、はい、これで決定、A ボタンを押していただいて、はい、はい、はい。で、OK です。よし、タイムアタック始めます。よし。はい、ゴミやつけてやる。で、まず、A ボタンがアクセルですね。はい、はい、はい。はい。ゴー。はい、あ、いいですね。はい、で、B ボタンがブレーキ。ただ、マリオカートほとんどブレーキ使わなかったりするので。あ、そう。はい。そして、そうですね。はい、で、ハンドルは、スティックになります。そうですね。トト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 ト。はい。はい、はい。あ、いいですよ。いいじゃん、いいじゃん。全然いいじゃん、これ。いいですね。ライトでも、あ、いいですね。いい、せめて、遠赤を。うるせえ。でも、基本的な操作もこれなんですよ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、うまいじゃん、これ。はい、はい、はい、はい。はい、はい、はい。おおおおお。ひまわりが開いたぞ。ひまわりが開いた。馬鹿にしてや。してないですけど。で、ああ、ですね、ちょっとドリフトというのがありまして。おお、そんなのどこにあるの。土屋さんといえばドリフトでもあるじゃないですか。どこにあるの、そんなのが。と、右手の、アーム、何言ってんだよ、お前。日本語はっきりしゃべる。説明、これリモート難しいですね、これ説明が。どこにあるの、どこに。トリガーが、ZR って書いてあるボタンがあるんですけど、右手の人差し指あたりにかかってる。これか。はい。ちょっとジャンプするんですよ、ぴょんと。変えるか。ジャンプして今。ほーら、おい、ひまわり開いたぜ。ひまわり開いて。おお、ドリフトした。した、した、した。ドリフトした。ドリフトしましたね。した、した、した、した。それをずっと立てた状態のまま、うん、ボタンを押しっぱにすると、そのボタンを押しっぱにすると、うん、ずっと滑った状態になって。壁にぶつかったじゃねえか。滑った状態でドリフト状態になるんで。ほう。走ってずっと。ジャンプ。うん。えい。ちょっと早い。オッケーオッケーオッケー。よしよし。ここでドリフトだよ。いいですね。はい。ここでドリフトだよ。えい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 。ほら、ひまわり。よし。よし。え、ここでドリフトだよ。はい、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 はい。オッケー。ほら。いいじゃん。いいじゃん、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 いいじゃん。喜んでる。でも、喜んでる。いいですね。土屋さんが喜んでる。いいんじゃない？いけそうですね。ドリフトはどうですか？あ、別に。いらなそうですかね。いらねえだろこれ。普通に走ればいいんじゃないの。タイムアタックでしょ。タイムアタック今は、はい、練習でタイムアタックをさせていただいたんですけど、練習走行ということで例えばドリフトは、ダッシュ、ドリフトをこううまくできるとすごいブーストがかかるんですよ。なるほど。ああ、なるほどね。はい、うまくかかるとブーストがかかるんですけど。ちょっと難しいので、今回はさ、はい、ドリフト使わないでタイムアタックするにしましょう。そうそう、ちょっとしましょう。うん、これ難しい。で、プラス、アイテムも本当あるんですけど、ちょっ
これも結構量があるので覚えるのも大変なので。アイテムいらないから余計なことしないの。あえてマリオカートをガチで走りましょう。そうそうそう、もうシンプルなマリオカートでいこう。なるほど、シンプルなマリオランドでライン取りの争いになると。よし、それでいこう。ちょっと今、土屋さんお見受けする限り、あの初見の走りではなかったっすね。そうですね。何十年も昔やったことある、任天堂のマリオカート。だいたい結構、コースアウトしたりとか、そうですよね、落下したりするんですけど、はい、だから俺がやったのはだって昭和の頃だもん。昭和そんなもん、お前体に行かないか。いや、してない、してないです、してないすごいよね、だけどこの時代までさ、マリオカートが生き残ってるってことがすごいよ。これはもうシンプルなタイムアタックでいく。シンプルなタイムアタック。じゃあちょっと一度、じゃあこれで次の動画でですね、はい、うちのその、ちょっと僕がやっぱりどうしてもうまいので、ケヤキくんがですね、ケヤキがちょっと初心者なので、はい、ちょっと次の動画で対戦していただきたいなと。じゃあケヤキくんと勝負でございます、はい、これもグリップ走行というか、グリップドリフトなしのガチガチ走り勝負で、ちょっと本当の初心者ですけど俺、うん、はい、やっていただきたいなと。それでは豚まんをかけてタイムアタック行ってみたいと思います。さあどうだ、GLA、あ、土屋さん、当たってます。ケヤキ君は出るで重いのかな。いやちょっとウェイトハンデがあるかもしれない。辛口ですね。どうですか、どうですか。おっと、ゴミさん、ゴミさん早い、早い、ゴミ早いんじゃないかないいライン取りでいきますよ。絶対そんな早いわけね、まあ、絶対意識してる。お前さ、少しは番組のこと考えたら